自民党・広島県連は党大会で、派閥の裏金問題について決闘依頼の危機との認識を示しました。広島・市中区で開かれた党大会には、国会議員や党員などおよそ500人が出席しました。会長に再任された平口博史衆院議員は、派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金問題について、 国会議員の責任であると謝罪し今後の選挙に向けた結束を呼びかけました決闘以来の大ピンチと私どもの衆議院の選挙もいつ何時行われるか分かりませんけれど絶対に負けるわけにはいかない平口会長の任期は2026年春までの2年間です